フレーサイエンス株式会社さんのブースにお邪魔しています。こちらの製品が一押し製品ということなのですが、具体的にどういった現場で使われているのでしょうか。はい、いろいろな現場があるんですけども、主に食品業界、製薬業界で、化学費関係ですね、いろんな現場で使われております。こちらの製品の特徴はどういったところですか。はい、こういうポンプ類というのはいろんな種類があるんですけども、このポンプの特徴としては、こういうホースを利用しておって、本体の中を流れているわけではありません。はい、それによって、いろんなもの、特に製薬、食品関係の場合なんですけども、菌が発生してはまずい業界、そういったところで、ホースの中の滅菌作業とかそういうものがすごく容易であるということで、重宝されている、ポンプの種類ではあります。はい、で他のポンプですと結構分解清掃等が必要になりまして、すごく面倒な作業というのが生まれますけども、このポンプですとこのホースの中しか流れませんので、取り外していただいて、滅菌作業をして、次もまた、運転の際はそれをセットするだけで、済みますので、かなりメンテナンスが容易というのが特徴のポンプですね。はい、こちらの会社さんで製品を購入すると、はい、メンテナンスとか故障した時に、はい、修理していただけるのが、もちろんその保守というところで、はい、修理もいたします。でしかしながらすごく丈夫が取り柄なポンプでございまして、はい、あまり壊れるところはございません、普通の使い方ですと。はい、でその代わりここのチューブのみですね、ローラーで押しつぶしている部分だけは消耗部品となり、切れる前に定期的な交換が必要になってきます。はいはい、液体のみしか流せないポンプたくさんあるんですけども、今はこれはそうですね、紐を切ったやつで、異物みたいなものを流しとるんですけども、液体以外に例えば粉末であったりちっちゃな粒であったり、そういうものも一緒にどんどん送液できるポンプとして、使われておりまして、ですからこういう詰まるところがないというポンプでございますね。その辺ですかね。はい、ありがとうございます。はい。